西鉄600系電車。西鉄600系電車。西鉄600系電車は、西日本鉄道、西鉄が、大牟田線、現、天神大牟田線向けとして1962年、昭和37年から1972年、昭和47年まで製造した、通勤系電車。現在は、海津河川でのみ運用されている。1960年代。 大牟田線では、沿線地域の人口が急増したことから、利用客が増加し、ラッシュ時の混雑が激しくなってきたため、西鉄では1961年、昭和36年度から第一次輸送力増強3、可燃計画を策定、実施した。1961年には当時西鉄最大の車両であった300系のうち4本の編成を参両。 編成かしら主事の五両編成での運転を開始したが、これに続き、翌1962年、昭和37年からは2から3両固定編成を組む新形式の大型通勤車として本形式が製造された。1962年から1972年、昭和47年の10年間、合計9時に分けて27編成57両が製造された。他に、 在来車からの返入車両が一両存在した。製造は、全車両とも、川崎、川崎車両川崎重工業である。なお、本形式以降の大無田線、天神大無田線車両はすべて川崎重工業により、製造されている。後に、天城線や宮寺武志線、現、海津下線にも転用された。ここでは主に製造当初の仕様について記述する。 形式は、電動車のモ600型と制御車のク650系の2種類である。モ600型は、オウム多方の先頭もしくは中間部に連結される。車両で、ク650型は、福岡、太宰府方の先頭車である。モ600系ク650系の2両編成と、モ600系モ600系ク650系の3両編成が、製造された。 全車両とも片側に運転室を備えており、中間車は製造されなかった。3両編成については、中間部のも600型も戦闘車と同様、オウムタ型に運転装置を設置しており、保守点検などの際には、戦闘車を切り離し、2両のみでの運行も検討されていた。なお後年の改造で運転台なしの中間車も登場したが、これについては口述する。 ク6 50型には、電動発電機電動空気圧縮機を備える。車体は一両、ク6 53を除き、全普通構成で、従来の車両より、車体長さを延長し、全長19.5メートル、車体長19メートルの大型車体としている。扉は300型と同じ片側3扉配置であるが、幅1300ミ、mm、リメートルの両開き扉として、 ラッシュ時の乗降時間の短縮が図られている。客室側窓は上段加工下段上昇式のユニット窓である。当初の塗装は当時の西鉄標準色である上半分クリーム色、下半分小豆色のツートンカラーであった。扉と窓の配置は D1D3D3D2 で、京阪電気鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道などで採用例が多い、いわゆる関西型である。 前面は中央に貫通扉を設けた貫通型で、貫通扉上に全小灯を設置し、前面両側窓上に通過標識灯と兼用の微灯を設けている。台車は固定軸距 2150mm、車輪径 860mm のコイルバネ台車である川車621、電動車、川車622、制御車を使用している。 最終製造の六百三十一点六八一では、台車形式が川、川ワットマイナス八に変わっていが、基本構造は、川車六百二十一六百二十二と同一である。駆動装置には、カルダン駆動方式、WN 式を採用した、いわゆる高性能車である。本形式以前に製造された、高性能車の線形、1300型は、 電動車2両に動力関係機器を分散させるユニット方式とな、いたが、本形式は、MT 比1、1とし、電動車1両に動力関係機器を集中させる1、M 方式としており、2両ユニット方式に近い、性能を実現するため、主電動機は1 3 5キロワットの大出力、電動機、三菱電機メガバイト -3070 を採用している。 パンタグラフはもう600系の運転台より屋根状に設けている。各社の製造時期と製造時期による差異を記す。編成はすべて左側が大無駄型、右側が福岡、天神、太財府型。製造当初は主に普通列車運用を中心とし、朝夕ラッシュ時のみ最長7両編成を組んで特急、急行に使用され、1971年。 昭和46年からは日中の休行にも使用されるようになった。1973年、昭和48年5月10日のダイヤ改正で、特急は終日6両編成以上で運行されるようになったため、同改正で運転を開始した2000型とともに、冷房改造車が6両編成で日中の特急に使用されるようになった。また、翌1974年、 昭和49年5月20日のダイヤ改正では、2000型が6編成揃い、日中の特急、急行を全面的に冷房車で運用することになったため、特急運用は減少したものの4両編成で、日中の急行に使用されるようになった。1970年代から、冷房改造などの様々な改造が施されている。以下に1989年、 平成元年までに実施された主な改造を記す。1989年以降の動きは後実する。700型と同時に製造された631回、F イコール編成は製造後間もない1972年12月に冷房改造が実施され、西鉄の鉄道車両では初の冷房車となった。他社についても、翌1973年、 昭和48年から1976年、昭和51年までの間に順次冷房化改造が実施されている。冷房装置は2000型と同様、1台あたりの冷房能力8 5 0 0カロリー、h の集約分散式を屋根上に4台ずつ設置している。冷房化改造と同時に MG が交換され、二両固定編成は 容量6 9馬の CLG-355A3 両固定編成は容量1 2 9馬の CLG-350E に変更された。603回については1975年、昭和50年に603のみが605から655の編成と同時に冷房化された上で603プラス605から655 の三両固定編成に組み替えられ、100系の改造車である653は、冷房化されることなく、廃車なった。1978年、昭和53年から1980年、昭和55年にかけ、従来の手動式行き先表示器、表示板に変わり、5000型と同様に貫通扉上部と、車体側面中央上部に、 自動式の方向膜を設置する改造が実施され、これにより全商灯は全面相下に移設された。当初は全商灯のみを両側に一個ずつ取り付けていたが、すぐに全商灯と尾灯を一体化して、角丸長方形のケース内に収め、このケースを全面両側相下に設置する五線型と同様の方式に切り替えられた。ただしケースの形状は、筑豊電気鉄道に線形。 三両連接車のものと同一で五線型とは異なる。さらにこの後には車体塗装が五線型と同様のアイスグリーン色字、ボンデト体に変更された。この一連の工事は1980年代前半までに終了している。過渡期の外観については、下記昭和50年代の西鉄600系の画像も参照されたい。先のように本形式は 全車運転台付きで製造され、3両固定編成は必要に応じて、先頭車を切り離して2両で使用することが可能であったが、輸送増に伴い列車の長編成化が進み、先頭車を切り離すことがなくなったため、3両編成の中間車である605.627は1981年、昭和56年から翌1982年、昭和57年にかけて、 運転台を撤去し、中間電動車とされた。中間車化により、乗務員室ドアが撤去されてその後に窓が1枚増設され、運転室は完全に撤去されてその後は客室となり、定員は140人、座席50人から150人、座席56人増加した。運転台撤去部分の通路とつま面の形状は、そのままである。 1985年時点での3両編成は以下の編成である。車時は運転台撤去車。すべて左側が大無田型、右側が福岡方。626階については3両固定編成化改造工事と同時に電動車の626.627を2両ユニット化し、制御装置を5000型と同じ 1C8M 方式に変更した。 主制魚機とパンタグラフは627に設置し、CP は626に移設している。このため3両編成車の中でこの編成のみ、パンタグラフが編成中1機搭載となった。主電動機も5000型と同一のものに交換されたが、出力は変わっていない。なお3両編成の中間車のうち609.611622は、運転台、 運転室がそのまま残されたが、前述した方向膜設置や全小灯移設改造は実施されておらず、製造当初の全小灯、微灯圏通過標識等のままで、運転台側連結面の塗装も中間車の連結面と同様、アイスグリーンに一式となった。また三両編成については、全編成とも年、昭和年から年、 平成2年にかけて、CP を DH-25 から4両固定編成と、同じ C-2000M に交換したほか、大無駄型戦闘車も中間に連結できるよう、戦闘部に貫通ホロとジャンパ連結機が設置された。1986年、昭和61年から翌1987年に、かけ、大ね後期に製造された2両編成8本を2本ずつ、 連結し、4両固定編成4本に組み替える、改造が実施された。改造された車両は、以下のような新編成となっている。すべて、左側が、大牟田方、右側が、福岡方。この改造により、中間車となった車両は先に改造された605.627と同様に運転台、運転室が撤去され、定員も、同様に増加している。 運転台撤去部分の車体形状も605.627とほぼ同型であるが、乗務員室、ドア後に新設された窓の左右寸法が605.627に比べて広くなった。また、622はスカートが設置された。形式称号は、電動車については変更がないが、制御車から付随車に改造された車両は、 ク650型からサ650型に改められた。改造に合わせて、MGCP も従来の CLG-355、ADH-25 から大容量のものを、編中に一機だけ設ける方式に変更され、付随車差650型に、容量129馬の MG を、制御車ク650型に、大型 CP を新設した。余剰となった。 CLG-355A は、宮地武市線300系3 0 0三313型の冷房化のために転用された。1989年に8000型が製造されたことから、大牟田線では、余剰が発生し、休憩車の置き換えのため一部が、天城線、宮地武市線に転用された。大牟田線では、この転属により2001年までの間、 天城線乗り入れ列車を除き2両編成は使用されなくなった。本形式のうちおおむね中期に製造された2両、編成9本は8000系の製造に伴う2000系の急行転用に伴い、1989年、平成元年から200系の置き換えのため、天城線用に改造されている。主な改造内容は、ワンマン運転対応化工事で、 以下のような改造が実施された。運賃収受方法の関係で、運賃箱や整理券発行機は設置されていない。図書区は変更されなかった。607階と619階は、本線、天城線両用とされ、ワンマンツーマン切り替え装置が設けられ、ツーマンの際は中扉を開閉することが可能であった。1989年3月10日の、 ダイヤ改正により天城線での運用が開始され、同年10月1日のワンマン運転開始までにワンマン対応化が実施されている。その後、1990年から1995年、平成7年にかけてパンタグラフが菱形から下枠交差式に c p が DH-25 から C-1000LA にそれぞれ交換されたほか、車体更新も実施された。 大牟田線、天城線両用車の607回と619回は、他社が検査、故障などで入場した際、607回と619回を、並結した4両編成、または、大牟田線用本形式との並結で、大牟田線でも使用された。改造後は607回と619回を除き、基本的に、天城線列車の乗り入れ以外で、 大牟田線を走ることはなかったが、2001年、平成13年11月10日のダイヤ改正により、天城大牟田間の直通運転が開始されたことで、大牟田線運用への復帰を果たした。2003年、平成15年以降、7050型への置き換えが順次進められ、翌2004年、平成16年の秋頃、616回を最後に、天城線から完全に撤退した。 撤退後、614回は2003年に救援車、モイ 900K901、区へ 900K902 に改造され、616回619回は、転用改造を受けて、宮地武士線へ転籍されたが、その他の車両は、廃車となった。2両編成4本、3両編成1本については、比例防車120系の置き換えのため、1990年、 平成2年から翌1991年、平成3年にかけて、宮城武士線への転用改造が実施され、1990年6月1日より営業運転を開始した。こちらは概ね初期の車両が転用対象となった。宮城武士線は狂気であり、転用にあたっては主に以下のような改造が施された。急車両 t s 3 0台車はもともと、 東京急行電鉄5000系の廃車発生品で1986年に譲り受け120系の旧台車と交換していたものであるが18メートル長距量両車対応の台車であり強度が弱いため本形式への転用にあたり補強工事が実施されている主電動機も同台車に搭載されていた 東芝製 s e 五十八をそのまま使用したが、電気制度弱回自制御は使用されなかった。甘木専用車両と同様、運賃箱や整理券発行機は設置されていない。連結位置はも六百がが、艶崎型、区百五十が、貝塚型である。その後、台車、電気部品の老朽化により、九百九十五年から順次、全編成とも、 台車を西武鉄道701系の廃車発生品である住友金属工業 FS342 系台車に交換している。本形式は 1C4M 方式であるが西武701系は 1C8M 方式であったため、主電動機については西武701系のものを使用せず、東洋電気製造で申請した出力1 2 0ットの TDK8066。 A に交換し、電気制度を弱回自制御を使用するようになった。2003年には、天城線で使用されていた619回が300、置き機械のため台車を FS342 型に交換し、他の宮寺武士専用本形式編成と同一仕様に改造された上で、宮寺武士線に転用された。続いて2005年、平成17年には616回も、 同様に転用されている。これにより、宮城武志線の本形式は2両編成6本、3両編成1本体制となった。また、同時期から、全車ともパンタグラフが、従来の菱形から下枠交差式に取り替えられた。2007年、平成19年の宮城武志線一部廃止時には、廃車はなく、引き続き全7編成が、貝塚線で使用された。同年、 宮城武士線一部廃止直前まで二順次、連結面の発射ベルは電子音式のものに交換された。同年12月26日のダイヤ改正で全列車終日二両編成となったのに伴い、2008年2月16日付で608回の中間車609が廃車となり、同編成は608から659の二両固定編成となった。年には、 天神大牟田線の救援車であった、萌え901区へ902が313系315回の代替として転用された。内装を旅客用に復元して、他の貝塚専用600型とほぼ同一仕様とし、番号も614.664に戻して、同年1月24日、313回の最終運行後にハンドル継承式を行い営業運転を開始した。 これにより、貝塚ズ所属車両は2両編成8本となった。各編成の転籍日は、以下の通りである。上記の天城線、宮城武士線への一部転属後も大牟田線に、残ったのは3両編成、4両編成各4本の、計28両であった。これらについては、天城専用車両と、同様、1990年から1997年、 平成9年にかけてパングラフが下枠交差式に変更され、車体更新が実施された。その後、6000系6050系の増備により運用が縮小し、1995年3月25日のダイヤ改正では定期の特急運用が消滅した。6000系6157回が運用開始した2000年。 平成12年に603回が廃車となったの、皮切りに7000 7050系及び3000系の導入に伴い順次廃車が進められ、620回624回628回が2001年に、610回626回が2006年、平成18年に、621回630回が2007年に廃車となり全廃された。 本形式の天神大無田線からの完全撤退によって同線における最高速度の向上時速 100km 時速 110km が達成された。従来救援車として配置されていたもは803.811の代替のため2003年に天城線所属の614階を救援車に改造した車両。旧番号と新番号の対応は614-901。 である。車体は黄色い式に塗り替えられた。901は作業時に作業員の詰め所として使用するため、車内設備はそのままである。902は座席が撤去され、クレーンなどの復旧機材が設置されている。2009年に河川検測機器を追加し、パンタグラフが下枠交差式からシングルアーム式に変更された。通常は、 畜生車両基地に常駐していたが、5000型を改造した911編成に置き換えられ、旅客用に再改造、車号も元の614から664に、改板の上2015年1月17日付で、貝塚線に転属した。653を除く、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。